はいさい。はいさい。島袋まさるです。そして、かりゆし58の前川慎吾です。今回はですね、うん、僕初のソロアルバム 55RPM といいますが、はい、それに慎吾にもなんと参加してもらって、はい、お世話になりました。C 曲、本当にプロデュースっていうのをこうやってもらったんですけど、その前にね、慎吾がうち来てくれて、はい、まさるさんどんなのにするみたいな、2通りぐらいある、今悩んでると。で、一個、ああ、慎吾らしいなって思ったのが、まさるさんのブルースを生かす楽曲っていうのを思ったんだけど、今の若いミュージシャンが沖縄を表現するときってどうやったらいいんですかというふうに、まあ、ヤングオハラの子なんだけど、慎吾が聞いてきたときに、あ、これは島袋まさるっていう、まあ、ものっていうか人を使って一緒に、だから要は世代が3世代っていうから、はい、これ慎吾、まあ、ヤングオハラってこれ3世代みたいのでやったら沖縄っていうのを表現できるんじゃないかなっていうのを言ってくれて、もう楽しみに待ってたんですけど、はい、最高です。ありがとうございます。もうびっくりしました。お願いします。あまり、本当にあまりにもすごくてびっくりした。その今回ボーカルをやってくれてるゆきとも、うん、ハローゆきとも、うん、彼は今言ったヤンゴーアラで沖縄のロックバンドのボーカリストなんですけど、うん、三線を使わず方言を使わず、うん、で、鉛も使わず沖縄のロックバンドとしてこう、うん、沖縄なめんなよみたいな、こうまあそんな態度悪いわけじゃないけど、やってる彼らがどうやったら自分の沖縄との距離を、うん、沖縄音楽との距離を縮められるかなっていう話になった時に、結構こうマサルさんのいつも俺たちに伝えてくれるのは、うん、ドレミアソラシドの仕組みじゃなくて、沖縄という人はこういう歴史を歩んできてさとか、まあ、離島それぞれあるけどとか、うん、いろんな話をくれたから、なんならもうマサルさんのそばにいるだけでもきっと彼には伝わるんだけど、うん、ちょうどマサルさんからソロアルバム出すんだけど慎吾一緒にやってくれないっていう話と、ゆきともが沖縄に根っこを下ろすにはどうしたらいいかっていうのがタイミング一緒だったから、あ、これでってなって、うん、まあ、ちょっと繊細なところ、スターリリーという曲は、うん、ヒメリリーという花の英語名なんですけど、うん、それをマサルさんと、うん、55歳、まあ、55RPM 出すマサルさんと20代半ばの彼が沖縄の根幹にある課題を歌うっていう、うん、まあ、今回の作品なんですけど、とっても楽しかったです。俺もなんかレコーディングも、まあ、まず慎吾が作ってきた歌結構難しくて、いや、ね、覚えるの大変やなと思ったけど、まあ、それでもやっぱり何度でも聴けるわけ、まあ、練習のためじゃなくて何回聴いても飽きなくて、それでも自然に覚えて自然に歌えるようになったので、あとやっぱ詩がなんかメッセージもすっごい強いんだけど、メッセージ以上にこうラブっていうか愛が強いから、うん、なんていうんだろうな、こう痛くないというか、柔らかく絶対伝わるというか、ふわっと、うん、で全部、あ、自分がこうこのメッセージをきちんと受け止めないといけないなっていう気持ちにさせてくれる歌だなってマジで思った。嬉しいです。本当に素敵な歌をありがとうございます。いやいやいや、で俺あと慎吾と、まあ、LINE かなんかでやり取りしてるときに、慎吾めちゃくちゃいい曲だ、いい曲ありがとうって言って慎吾に送ったら、何言ってるんですか、マサルさんの曲ですよって言われた言葉がねもうあれが、あ、そうだね、慎吾が書いてくれたけど、結局俺が歌って俺のアルバムも入るってことは自分の歌なんだなっていうのをね、うん、改めて認識できたもん。だからきちんとちゃんと聴いてくれる方に伝える作業を僕はしていかなきゃいけないなっていうのを今本当に思ってます。いや嬉しい。ありがとうございます。こちらこそです。1個だけ補足で大丈夫ですか、うん、全然いっぱい。歌詞の世界になるんですけど、うん、まずスターリリーっていうのがあって、うん、僕ら地元は南部、うん、でメンバーは糸満市出身で、かかりゆし58って言ってるけど、僕らの町には58号線通ってないっていう町なんですよ、はい、まあ、っていうのもありつつ、はい、で僕らの町には基地がないし、うん、なんだけど、ひめゆりの塔があったり、そうだね、っていうのが前提にあって、でも金網の向こう、なんなら50何年前は沖縄はアメリカ統治時代、カリフォルニア州だったから、そうだね、で今も基地の中はカリフォルニア州なんですけど、うん、そのフェンスの向こうに呼びかける、金網があると君とハグができないね、もうこれがめっちゃ好き。で、それを歌ってるユキトモは、実はハワイとのダブルなんで、うん、彼もカリフォルニア州の血が入ってるミュージシャンなんですよ。
ど、それを彼が沖縄から歌うって、うん、まあまあそんなこんながあって、うん、ぜひともなんかね世代を超えて愛される歌になったらいいなと思います、ね、そうだね、だからゆきともとも一緒にライブのステージの上でやれたらいいなぁ、うん、どうやってだからライブで表現するかを今、ゆきちゃん悩んでる、うん、やりますね、あの音楽を、はい、すっごいね、かっこいいビートなんで、それも本当に聴いてほしいなっていうふうに思っております。いや、今日はお仕事ありがとう、本当にもう何から何までありがとうございます。完成おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。彼氏58もよろしくお願いします。お願いします。生活かけてやってます。ありがとうございました。